マンですって、まあ外は明るいのにねこんばんはっていうのもまあおかしな話ですけども、配信時間がまあまあまあそんな話はいいとしてですね、今日は久しぶりのコラボでございます。イエーイ。というわけでですね、先日僕の、バースデーライブにゲスト参加してくださいました GA クールさんと呼ばれている超絶早弾きの、ギタリストがいるんですよ。そのギタリストさんとですね今日はコラボレーションすることになりましたんで楽しみにしていてください。僕はねいろいろとちょっと早弾きについて教えてもらおうかなと思っております。一緒に習っていきましょう。今日はですね素晴らしいゲストに、お越しいただきました。ありがとうございます。 GA クールさんでございます。よろしくお願いします。よー、先日のですね僕のバースデーライブでゲストに出ていただいたんでご存知の方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、その後、この YouTube でコラボしようということになりましてですね今日が実現しました。でライブを見た方はびっくりしたと思うんですけど動画の冒頭にもあると思うんですけども超絶早弾きなんでこうねライトハンドをねちゃんとやったことがないんですよ。ライトハンド、あ、はいはい、はい、ライトハンド、ライトタッピングというかですね、はいはい、そうだから今日はですね教えていただこうかなと思って、やってきております。なるほど。その前に、GA さん、 GA さんと僕は呼んでるんですけども GA さんの今の活動、 YouTube の活動とかちょっと聞いてもいいですか。はい、 YouTube の活動も大したことはやってないんですけど、まあ、一応あのコラボサイトっていうのをやってまして、あのヘルストアっていう、まあ、ストリーユニットみたいなのがあって、そこであのいろんなゲストの方をお招きして、まあ、ちょっとあの僕がオリジナルを作ってるちょっとなんかハードロックとかメタルな曲を公開してるというようなやつをやってますね、はい、日頃はあの、まあ、映像制作もやったりとかするんで、まあ、それで音楽つけたりとか、あとはあのいろいろあのアニソンとかが結構多いんですけど、あのレコーディングギターで参加したりとか、はい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 、いう感じのことが多いですね。ああ、アニソン、そうですね、はい、やられてるんですよね、はいはい、で僕はあの出会いはガルニデリアさんっていうアーティストさんのサポートでお会いしたんですけど、音源もめちゃくちゃ早かったですもんねとてもじゃないけど弾けるわけがないっていうというわけで今日は一つご指南よろしくお願いいたします。はい、これまあ、いろんな人に聞かれるんですけど、はいはい、ぶっちゃけ言うと、はい、初めから早かったです。初めから早かったんだ。あの弾き始めた時から弾き始めから早かったです。で、あの僕のことよく知ってる、昔からよく知ってる人はあの話題と分かるんですけど、はいはい、早口なんですよ僕すごい、めちゃくちゃ。ああ、めちゃくちゃ早口で、はい、ギターも単純に早口なんですなるほど。年を重ねるにつれてその早口が余計ひどくなり、はい、よくいるじゃないですか、昔近所にいたじゃないですか、早くしてくだらないことずっと同じことを繰り返してるおじいさんとか同じですだから言ってることは大したことないんだけど、なんか早口だからなんかすげえこと言ってんじゃないかみたいな感じなんで、やってることは大したことないんです実は。いやいやいや、本当なんです、本当やってること大したことないんですけど早口なんです。うちのチャンネルはですね、特にあの練習したい、勉強したい、はいはい、ギターを習いたいっていう人も多いので、はい、なんかこうみんなでもできそうなトレーニング方法から。早くなるかつもかないんですけど、あのホールトーンってあるじゃないですか。はい、で僕ホールトーン難しいですね。そうですか、難しいですか、ね、ホールトーン難しいですね。そうですか難しい。5音だけ使うんですけど一回やってみましょうはい、やってみますか、やってみますか。手やると、はい、ってことですか。そう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 、はい、これレバートでやるのとフルピッキングの今やったのは2弦の15フレット、2弦の17フレット、1弦の14、16、18というのを弾いております。ウォーミングアップで朝起きて、朝起きてだいたいこういうこれ、まあだいたいなんか手癖に変わった。人差し指、薬指、人差し指、中指、小指、はい、人差し指、薬指、人差し指、中指、小指って弾いてるんですね。はい。これを無限に弾いてるんですか？無限に早く弾いてるんですか？無限に、はい。ただこれだけ。これだけもうボーッとやってます。本当にホールトーンですね。ホールトーンです、はい。ホールトーンスケールというのがあって、全部スケール内が
全音でつながっているというスケールなんですよ。今ホールトーンを選んだのは、はい、なぜですか？そのトレーニングをするっていうか、もうそれただの手癖ということですか？そう、あの指の分離感みたいなのが、はあ、なんか、うん、均等に使おうかなって思っているよ。ああ、薬指も中指も使うしっていうことで練習してるんですね。ちょっとテンポ取ってもいいですか？はい、どうぞ。早く弾いてください。なるほど。あとでこれあのテンポ取って表示しておきますね。これを目指して練習しましょう。そう、今ねあのお世話になっている、はい、フュートラというメーカーさんがありまして、はい、フュートラさんからですねリベルタスというギターを借りてきたんです。おちょっと弾いてみてくれますよ。あ、わかりました。レビューもらってもいいですか？はい。弾きやすいですか？これ僕ね初めてのギター弾けないんですよ。弾けないですよね、はい、うんうん、初めてのギター僕もそうなんです、同じなんですけど。すごい弾きやすい。そう、しかも、うん、お安いんです。あ、そうなんです。10万円しないんです。ええー、安いでしょ。ステンレスフレットだし。ええー、そうなんですか？基本価格は7万円後半ぐらいです。ええー、すごいですよね。すごい。そう、信じられない。本当にあのちゃんとしたメープル使って、もちろんローズウッド、はい、ボディオはスウッドで、はい、これは五等製のペグとかがあるので。ああ、なるほど、はい、そう。なんかカスタムできるんですか？カスタムで全部できるんですよ。ああの自分の好みに、でこれカスタムされてて五等製のペグとか五等製のブリッジとかがついて、はい、そう10万円ぐらいなんですけども、そう、いろいろ塗装も色も選べるし。あ、はいはいはい。今日ちょっとあの GA さんと会うので借りてきました。なかなか弾けないんですよ僕、本当人のギターって。そうですよね、わ、はい、かりますよ。僕もそうです、そうです。うん、でも何でも弾きそう。いや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 、そんなことない、そんなことない、全然そんなことないですよ。でいろんな種類のギター弾けるじゃないですか。レスポール、いや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 、レスポールとかってのも全然違うでしょ。なんか R も違うし。あ、違いますよね。ね、そうそうそう、それだけダメなんですよ。あ、そうですね、はい、それはね、なんとなく言ってるあのことが分かりますし、なんかそこの話のちょっと違いはありますけどね。例えばレスポールだったらこういうプレイ、テレキャスターだったらこういうプレイ、なるほど、しかできないというか、そのギターに合ったプレイが出てくるような感じで。なるほど。こっちのプレイはできないんですよ、これで。ここでのこれはできるけどみたいな感じなんですよね。それでサウンドによって分けてるような感じなんです。なるほど、なるほど。うんうんうん。はい、タッピングをぜひ、タッピングの練習を。タッピングも、これちょっと僕も独自で自分でやっちゃってるんであれなんですけど、普通によくあるバンヘイレンとかやってる、あ、普通はしっかりこういうのっていうのはちょっとやってなくて、はいはい、あのピック持ったまま、はい、中指と薬指でやるって感じです。あ、なるほど。でも最近中指多いんですかね。中指の人もたまに見るようになりましたよね。まあ昔人差し指分かりやすいんですけど、はいはい、で僕は基本的に中指でちょっと分かんなかったんで、はい、中指なのかなと思って中指で始めちゃったんですよ。ああ、中指で始めた、はい、一つなんかじゃあ、はい、皆さんにプレゼントを。そうですね、ツーフィンガーってやつ。はい、おお、いうのがある。はい、お願いします、教えてください。教えてください。教えたことがないか本当わかんないんですけど、はい、どういうフレーズになってます？わかりました。難しい？いや大丈夫ですよ。これできそうな気がします。あのみんなでも。最初は15フレットのところでティーラーラーラーと弾いた後、手を動かして12フレットのところ持っていってティーラーラーラーっていう風に弾いて、また戻る。沈んでないと弾けないんですよね。あ、これがね、まあまあ面白い、面白い。あー、なるほど。あ、これ
ペンタ と、普通のメジャースケールで、音がこの同じポジションっていうか縦軸が同じのところが全部使えるって感じ。なるほどなるほど、はい、なるほど、はい、ここだろうが、はい、あ、そうそうそうみたいな、はい、あ、って感じですね。はい、これを音が出なかったけど、これ全部を、全部独立した音を、あ、左手は離した方がいいですね。離した方がいいですね。なるほどなるほど。初めて2本指を使います。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。そんなです。ありがとうございます。はい、僕のギターのシズマギターさんっていうところの個人の工房で作ってるんですけど、はい、全部ちょっとなんていうんですかね、デザインも、自分のオーダーで、ちょっとストラトっぽいんですけど、すごいでかいんです実はボディですよね。でかくて、はいはい、ミディアムスケールで、はい、で24フレットあと5トンのペグとブリッジで、はい、ピックアップ全部弾管かな、これは僕は基本的に弾管しか使わないんですかね。ああ、そうなんですね。 あとステンレスフレットで、うん、でこれちょっと0フレットにしたんですけど、まあ、普通のフレットに戻しちゃってはい、っていう感じですかね。あとはまあ普通に、まあ、ダイレクトスイッチがついてるぐらいですかね、これで。ああ、なるほど。すでにリアのダイレクトに、だからどの状態に、これシングルタップついてるんですけど、はい、タップで弾いてて、はい、リード行くときはダイレクトでもうすぐリードに行けるみたいな感じのセッティングに、バッキングとソロがこう、はい、すぐ切り替えられるようになってるんですね。はい、このポジションマークもご自身デザインですか？これはね、静馬さんがデザイン、社長がデザインです。あ、なるほど。これあのあれです。あの蓄光で光ります。あ、蓄光なんですかそれ？はい、へ、暗くすると光るやつです。へえ。はい、2本並べてもらってるんですけど、どちらも同じメーカーですよね。全部同じで3本とも静馬さんですよね。はい、これもこれとこれ1号機でこれ2号機なんですけど。はい、2号機はこれ実はあの27フレットありまして、はいはい、でこれはもう特にセレクターはなあのただつけずにもうあの切り替えるとすぐだけで、はい、ソロって感じですね。でシングルハムにしてありますね。はいはいはい、はい、仕様的には。なるほど。これはちょっとあのドロップ D 専用ギターなんで、へえ、ドロップ D の曲をやるためにという感じですね。アニメ関係は結構多いですね。なるほど。アイドルさんとかアイドルさんとかアニメソングとかはこっちのこのギターが一番多い。ちなみにこれが7弦で、はい、こちらはフロイドローズ系ですね。フロイドローズ系のやつにしてますけど、これも五等星のやつですね。なるほど。これキルスイッチですか？はい、これキルスイッチです。あ、キルスイッチ。はい、これキルスイッチです。これはこれから活躍する予定な。あ、まだできたばっかり。これできたばっかりですね。最近の3号機ですね。もう一番これからって感じですね。ですね、今日は G クールさんにタッピングの極意をですね教えていただきました。極意かちょっと分かんなかった。でもちょっと僕やってみたくなってきたかも。やっと、はい、ありがとうございました。というわけでですね、今回コラボレーションですので、 GA クールさんのですねチャンネルの方にも僕がお邪魔してますんで、概要欄の方からぜひリンク飛んで見てみてください。何か告知ありますか？いや、ヘルストアっていうのでちょっと最近あの新曲上がったので、それを見ていただけると嬉しいかなっていう感じでございます。わかりました。というわけでまたあのぜひコラボいたしましょう。はい、ありがとうございます。というわけでありがとうございました。今日動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。 SNS もやっておりますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。それではまた。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。